ドジャース10から0メッツ21日ロサンゼルス右翼席中段まで飛んだ通算176本目の本塁打ドジャースの大谷翔平が松井秀喜の記録を塗り替えた記念球をゲットしたのはこの日が人生初の野球観戦だったジェイソン・パティーノさん48だ動画スタンドインしたボールを大きな男たちが奪い合う凄まじい光景最後はパティーノさんがゲット 上の方からボールが転がってきたので取りました。みんなが飛び込んできて、誰かの頭がぶつかってきたりして大変でした。カオスの状況を笑顔で説明した。パティーノさんによると、補給すると、すぐに球場警備員がやってきて別の場所へ移動。記念ボールと大家のサイン入りボールの交換を提案され、記念球を米国野球殿堂博物館に展示したいと説明されたが、 自身はキープしたいと意思表示したという。ドジャース広報部は報道陣に対し、翔平ボールはファンが保管。ボールはドジャースによって認証されたと説明した。大家の記念級をめぐっては、4月3日に本拠地ドジャースタジアムで行われたジャイアンツ戦で打った移籍後初本塁打が騒動に発展している。米メディアによると、1号級を宇宙艦石で補給した女性は球場警備員から、 持ち帰るならボールが本物であるという認証を拒否すると圧力をかけられたという女性は SNS 上でも自身の経験を発信大谷に記念級を返す選択をしたが球団から受け取ったのはサイン入りボールとサイン入りバット帽子2つ選手との面会も叶わなかったことを報告したこれらの一連の報道に周囲からは球団の対応とファンの態度に賛否の声が上がった 事態を重く見たドジャースは12日のパドレス戦に女性とその夫を招待し、大谷だけでなく、他の選手たちと交流する機会を与えた。新たな王家のサイン入りグッズをプレゼントし、事態の沈静化を図った。同じ輪だちを踏むまいと、記念球を取ったファンへの対応を、改善、したドジャース。パティーノさんはこのボールに彼がサインしてくれたらクールですね。 このボールの価値はもっと上がる。これからどうするか考えますと話したのに対し、試合後の大谷は記念級について、どうなんですかね。こないだ、移籍後初本塁打はいただけるという話だったのでもらったんですけど、ちょっと、球団とファンの間に食い違いがあったらしかったので、今回はわからないですけど、話を聞いてみてかなとは思いますと慎重な口ぶりだった。